はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はタウンホール11にね、スポット当ててもう一回あの動画また撮っていきたいと思うんですけども、今回見てもらうのはね、またしてもネクボ。やっぱりね、この攻め方が強いですね。で、赤サタノソンのね、このネクボの全開が本当にやばい。で、そのやばい攻めをね、ちょっと見てもらいたいんですけど、本人にもね、少しこの動画撮る前にあのインタビューさせてもらって、どんな風に考えてるのかなと。で、まずね、こうジャイ出すじゃないですか。これはこういうね、あの範囲攻撃を持った防衛施設、今回言ったらボムタワーですよね。これのターゲットがスケルトンに向かないようにまずはジャイで竹取っておくらしいです。で、そこからね、こう一気にサイドカット用ネクロとボーラーを出していって、で、ゴレとボーラープラス、突破兵器にヒーローをつけてこう中央突破をしていくんですけども、前言ったようにね、このバスターを使っているにもかかわらずジャンプを打つっていうのは、バスターがね、壁に穴を開けるのってちょっとやっぱりゴレの進軍よりも遅くなっちゃうんですよ。それを嫌がってやっぱゴレを先行させてね、なるべくバスターの中に入れたこのボーラーたち、このボーラーたちを無傷でこの中央の方に持っていきたいっていう意図があるから、やっぱね、ゴレの先行用にこうジャンプを積極的に使っていくらしいです。で、まあ、中央はフリーズで止めながら、レイジでね、前半戦火力が強いところを一気に突破して、で、あとはもう惰性って言っちゃいけないかもしれないですけど、残ったね、ネクロとかボーラーヒーローが、どんどん施設をこう壊してくれますんで、その勢いに任せて全開取っていくと、まあ、いう形ですよね。で、こういう風にね、あの最終区画の、まあ、ここかな、最終区画っていうのは一歩手前、ここまであのクイーンが届いちゃえば最終区画をね、こうぐるーっと全部あのクイーンがこう壊してくれますんで、まあ、そこまで到達すれば、まあ、中央の部隊は問題ないかなと。で、横の部隊に関してはね、今全部ちょっとネクロがやられちゃいましたけど、どっちかがね、きっちり生き残ってれば割と全開いけますので、まあそういう意味でもね、めちゃリスクが高い戦術っていうわけでもないのかなというふうに思いますね。で、まあ今のね、この攻めももうクイーンのクロークを残してね、まあ余裕の全開っていう感じですね。まあネクロは死んじゃってますけど、まあこれはどうでしょうね、そんなまあ余裕と言ってもいいんじゃないかなと個人的には思うんですけど、はい。で、もう一個見ていきましょう。まあ、この攻めちょっと見てもらう前に、村こんな感じですね。これどっから攻めると思いますかね、この村だったら。さあ、見ていきましょう。で、赤羽さだなさんが攻めるのはこっちの面です。まずね、このボムタワー、あとこの防衛援軍、これをね、先にこう釣り出しながら潰していくということですね。おそらくね、これが両方ともできるからこの面から行ったんだろうなというふうに思いますね。で、同じように両方サイドカット用の、ネクロ、ちょこっちは多分ボーラー付け忘れてますね付け忘れてるかもしれないんですけど、出しながら中央突破で、さらにここにはバスターがいるけどもジャンプを打っていくっていうのはゴレを先行させるようです。でね、ここマルジのインフェルノがあるんですけど、きっちりね、トームで固めて、でさらに、ここにね、フリーズを打っていくと。で、もうフリーズを2個目をここで使うまでもなく、この防衛施設が破壊できましたんで、あとはもうね、惰性じゃないですけど、またね、残ったユニットでどん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 中央突破していくという形ですね。で、多分ね、こっちの面から攻めた理由、まあ、さっきの1個目の動画もそうなんですけど、このね、赤さだなさん の呪文もね、ユニットの編成もかなり、同じのを使い回してるんですよ。で、どの攻め方でも決まって今言ったようなパターンで攻めてきます。で、まあ、レイチをね、そういう意味だと持っていける数限られるんで、なるべくね、前半のうちに火力が高いところを突破しちゃいたんだろうなというふうに思いますね。なので今回で言ったら、この辺りクロスボウが4本ありましたよね。だから多分こっちからかこっちからか、まあ、どっちかから攻めていくっていうことを考えた結果、まあ、防衛施設だったりボムタワーが処理しやすい今のこの9時12時面ここからという選択に至ったんでしょうね。で、もう一個ね、このネクボで、いいところっていうのは、お掃除用のユニットっていうのは基本いらないだろうと思います。この攻めも実はね、たった2分ちょいで、全開に至っているんですけど、なんて言うんだろうな、こう段階を踏んで攻めない、一気にユニットをドバッと出すんで、破壊のね、ペースが早いんですよ、意外と。なので、あっさりね、これもちょっともう一回見てみましょうか。
2分6秒から始めてますよね。もう約2分程度の前回劇ですよねっていうことになるので、止めますけども、あの掃除用のユニットがいらないので、きっちりね、もう自分の使いたいユニットに全部のコストを避けるっていう、まあ強みもありますよね。で、はい、ここ、もう一回ね見てみると、この面から赤里田さん攻め始めましたけど、なんでかっていうと、おそらくここに IT とイーグル島があったから、これをなるべく早くレイジを使えるね、前半戦で処理すべくこっちから行ったんだろうなっていうふうに思います。やっぱね、あのヒーラーがいない分、どうしてもねユニットが焼かれるんですよ。ちょっと早送りで送りますね。あのユニットが焼かれちゃうんで、後半にあの火力が強いところが残っていると、多勢に無勢になって、こっちやられちゃいますんで、ね、前半のこうレイジやねフリーズとか積極的に呪文を打っていけるところで、こういう手強い施設を全部破壊していくっていうのが、赤里奈さんのねこの戦術の組み立て方になるんじゃないのかなというふうに思いますね。いやー本当にねお見事ですよね。こんなにねネクボって強いのと。で、中央にはねネクロ入れないのが、まあ、この戦術の面白いところで、ネクロとボーラーで両サイドのカットをさせながら、中央にはゴレ、ボーラープラスジャンプ2枚、レイジ2枚でフリーズっていう感じですね。いやこの編成ね本当に、まあ、いろんな村に刺さる。でもう一個言っておくと、今回両方ともタウンホールが真ん中にありましたけど、こう端っこ、例えばこういうところにねタウンホールがあった場合には、基本その反対側から攻めるらしいです。こっちこっちね。なので、まあ相手の配置でねタウンホールが偏っている場合っていうのは、まあ、そんな風に考えて、攻め方を選んでもらえたらいいんじゃないのかなという風に思います。いやー素晴らしいですね。またね、いろんなやっぱ配置にこう攻めた動画っていうのを見比べてもらった方が分かりやすいと思うんで、ネクボの動画もね上げていきたいと思います。これからもねぜひぜひ、ご視聴お願いいたしますし、よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、関西クラクラクラブにもねぜひまた遊びに来てくださいね。そんなに1週間とか 1,2 戦クラン対戦入ってもらうだけでも全然いいんで、ウェルカムですんで待ってますんで、よろしくお願いします。では、本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。